こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。野球人サイトに登録したら、正直微妙な会社からオファーが来ました。今の自分の実力はこのくらいなんだから就活頑張らないと、と思う一方で、さすがにこの企業から内定をもらったとしても多分いかないだろうなと思います。一気がない会社でも一度はオファーを受けるべきでしょうか。こちらの質問に今日は回答していきたいというふうに思います。まず結論から言います。この場合ですね、このオファーを受けるべきです。逆求人サイトで自分の期待よりも下のランクの企業からオファーを受けるということはよくあることです。まあ、それはですね、ご自身でも理解されている通り、現状のあなたの学歴、あなたのアピールポイント、そして ES の書き方、まあ、そういった実力がですね、不足しているからということになります。それはそれでね、これから急いで改善していく必要があるというふうに言えるわけです。とはいえですね、一気がない会社であったとしてもですね、この時期にオファーを受けるということに関しては2つメリットがありますので、それをご紹介したいというふうに思います。1つ目はですね、自分の面接力を伸ばすことができるというのが一つ目のメリットになります。やはりですね、現状の自分の実力が不足している場合の多くは、面接でアピールする力も不足している可能性が高いんですね。ですので、自分の志望度に関わらず、企業の面接の担当者と実際の面接を体験することで面接の練習になりますから、まあ、そういったことを通じて自分の面接で不足していることを明らかにすることもできますし、面接である程度必要になってくる慣れということもきちんとね、備えていくことで自分の面接の力を鍛えることができます。次ですね、2つ目のメリットなんですけれども、行く気がない企業であったとしてもですね、仮に内定がもらえればですね、内定を持っているという状態になります。そういった状態になるとですね、心の余裕が非常に生まれてですね、自分に自信を持つことができるようになります。まあ、するとですね、その後の就活も結構有利に進めることができるようになるんですね。ですので、積極的にオファーを受けていくといいんじゃないかなというふうに思います。これについてはですね、おすすめの逆求人サイトですとか、逆求人サイトを活用するメリット、まあ、さらに言うとですね、一社内定を取ってからその後それを大手の内定につなげるという、そういったわらしべ長者戦略についても関連動画で詳しく解説しておりますので、ぜひですね、そちらもご覧いただければというふうに思います。では今日は以上です。ありがとうございました。